こんばんは、かげろうです。このラジオは元僧侶でバンドマンの雑談としまして、元僧侶でバンドマン、そしてサラリーマンも経験しているという異例の肩書きを持つベーシスト、かげろうがこれまで経験してきたこと、好きなことについて、または皆様のご質問などにお答えしながら雑談的にお話しするラジオでございます。はい、ちょっとこちらですね、私の YouTube サブチャンネルの方にはこのラジオもアップしていたんですけれどもですね、こちらですね、今の音声プラットフォーム、スタンド FM というですね、音声プラットフォームと、こちら YouTube と同時録音で、進めさせていただいております。今ですね、そのスタンド FM という音声メディアですね、割とですね、手軽に音声をアップできる、音声を取ってアップできるというね、割とこうツイッター的に、音声を上げれるぐらいのね、結構まあ手軽にできる音声メディアでですね、まあちょっといつか前ぐらいからですかね、始めてみたところ、わりかし、結構楽しくてですね、まあそのやってみて、なんとか、まあ、不定期ではありますが続いているといった状態で、これをですね、YouTube の方でも、まあ、ラジオという形で、静止画動画としてアップしようかなというところでやっているわけでございます。はい、今はですね、9月21日を過ぎまして、12時過ぎまして、9月22日に日付が変わったところでございます。12時2分でございます。本日のですね、9月21日はですね、私大の爆竹ファンなんでございますが、爆竹ファンにとってとても、特別な一日となりました。というのもですね、本日爆竹のニューアルバム、22枚目のニューアルバム、アブラカダブラがですね、本日発売になりまして、各家庭に、届いたと思います。我が家にもですね、本日届きました。大概ですね、 CD というのは、なんか暗黙の感じで、なんかフラゲというものがありましてですね、前日に、購入できる、発売日の前日には購入できるという、もう暗黙の文化が、いつの間にか定着していたわけなんですけれども、よく少年ジャンプをですね、火曜日発売なのに、あそこの商店に行ったら月曜日に売ってくれるみたいなノリですかね。ちょっとわかりませんけれども、そんな感じで、フラゲという文化があるんですけれども、今回ですね、この、爆竹のニューアルバム、アブラカダブラですね、フラゲができないということで、皆さんですね、固唾を飲んで、その到着を待っていたわけなんでございますけれどもね、まあ早い方も朝もうセブンイレブンに受け取りに行くとかね、セブンイレブン受け取りを設定してた方は、そんなことされるとか、私はですね、まあ追跡したところ、まあ郵便局が、早めにね、前日にはもう最寄りの郵便局に届いているという追跡でしたので、まあ早い時間に来るだろうということで、本日の11時ぐらいに届きまして、無事爆竹のニューアルバムが届きまして、で開封の儀ということでですね、 YouTube 動画で、その私ね、レコードと CD とカセットテープとこの3形態頼んだんですけれども、これらを開封する儀をですね、動画収めてアップしようかなと思ったんですが、まあなかなかね、編集してアップするというのにも時間がかかりますんでね。というのもですね、本日、夜19時からは爆竹本人に、爆竹さんメンバーによる、生配信ライブが行われることが決定しておりまして、その名もライブオンジネットということでですね、都内某所で行われるライブが生配信されるということで、発売日にライブですよ。これまた前代未聞のことなんですけれども、まあ、そんなこともあってね、お尻が詰まってましたので、取り急ぎ生配信で、開封の儀をやってしまおうということで、
お昼ぐらいにですね、私の家に届いた爆竹のニューアルバムですね、3形態を開封して、小1時間ぐらいですね、お付き合いいただいたわけなんでございますが、皆様、見ていただいた皆様、ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。ね、皆さんもね、今日聞いて、聞きまくって、ライブに挑んだかと思います。19時にね、その生放送、生配信、始まりまして、まあ、最初の小1時間ぐらいはですね、メンバーさんの未公開インタビューが、行われまして、まあ、大体7時から始まったんですけど、8時ぐらいからですね、本編始まりまして、爆竹のライブが始まりまして、やっぱりですね、爆竹の無観客ライブというのは、もちろんご存知の方いらっしゃると思いますけども、30年ほど前に、ワウワウの創立の時にですね、無観客ライブというのを爆竹さん行っておりまして、30年ほど前ですから、私がまだ中学生でしたんですけどね、中学生で、その時は爆竹さんは狂った太陽をリリースしたタイミングで失礼しました。そんなね、無観客ライブワウワウで行ったわけなんですが、それ以来無観客ライブは初ということでですね、でまあその事前のインタビューでもね、お答えされていたんですけども、矢上徹さんかな、お答えされてたんですけど、やっぱライブというものはこっちが演奏して観客がわーって盛り上がって、それでもってこっちも演者もね、こうテンションが上がって、こうそれでこう割とこう白熱していくみたいなね、ことがあるけれども、やっぱり無観客であるとそういった反応がない分、やっぱりこっちもというのはその演者の方ですね、やっぱりやりづらい分というのはあるということでですね、とはいえですね、やっぱり始まればさすがプロといった感じでですね、いいものを見させていただきました。本編はですね、本日発売になりましたアブラカダブラのアルバムを曲順通りに、1曲目から14曲目まで、続けて演奏されまして、でまあそこでちょっと休憩を挟みましてですね、そこからまあ今までの持ち曲を披露されまして、まあ大体ライブが2時間弱ぐらいかな、やりまして、まあ大体ね、本編はやっぱりこう本人たちもやり慣れていない楽曲、まあ、もちろん今日発売のアルバムですし、ツアーもやってませんし、初めてのライブというか、初めて人前で演奏するライブ、人前というかカメラの前ですけれども、無観客配信、カメラの前のもう何万人か何十万人かの前でやる初めてのライブですので、まあそこそこ硬い感は、まあ、否めないかなといったところはあるんですけどね、やっぱりライブっていうのは やってこなしていくごとに、なんかライブの感みたいなものでね、だんだん良くなっていったりするものなので、まあ本編は若干まあ硬い感はありましたけれども、ちょっと休憩を挟んでね、まあ、いわゆるこうライブでいうところのアンコールタイムですか、それを挟んで、まあ今までの持ち曲を演奏された時には割と砕けた感じでですね、カメラも台数も増えたのかな、割となんかこうカメラにこうアピールする姿もですね、メンバーさんがカメラにアピールする姿も結構見られまして、あ、なんかいいなというところでね、でやっぱりね、爆竹ってすげえなと思い知らされたわけですよ。特に私は爆竹の中でも今井寿さんが大好きで、本当にもう神のようにこう思っている存在でございましてね、本当にもう今井さんはやっぱりね、もう客いるとかいないとか関係ないですね、もうかっこいい、もうね見せ方も、もう天才ですね、もう天然で多分
ああいう見せ方ができる人なんですよ。うん、客がいるからカメラの前だからこんな動きしようとかそういうんじゃなくて、多分もうあの天賦の才能で出てきてる動きとかアクションとかだと思いますね。そんな感じを受けました。はい、やっぱり今井さんが俺は好きだわというところでですね、本当にすごい。まあ、余談ですけども、私も、バンドをやっておりまして、私のバンドはですね、まあ、1997年ぐらいから続けてまして、まあ間7年ぐらいですね、ちょっとこうブランクはあるものの、まあまあ、アマチュアにしては長く続いている、20年ちょっと続いているバンドでして、そのバンドがですね、先日の8月にですね、まあ、同じようにね、まあ、小さい箱ですけれども、無観客じゃない、ちょっとお客さん入れましたね。ちょっとこう数人お客様を入れつつ配信がメインというライブを、私も経験させていただいたんですけれども、配信ライブってねすげえ難しいんですよ。あのやっぱりこうテンション上げようとは思って、もうカメラだろうがなんだろうが人がいるつもりでやろうと思ってこっちはやってるんですけれども、なんかどっかねちょっと、いつもの雰囲気と違うというか、ね、テンションの上げ方がちょっと違うというか、そんな感じがして、やっぱりこうお客さんいるいないで、まあ、お客さんいると言っても、私のようなねこう端くれのバンドでお客さんがいると言っても知れたもんなんですけれども、来ていただいている方大体ね想像はつくんですけれども、本当にね多分今日爆竹さんがやられていたステージはおそらく ZEP 東京とか、まあ、そのぐらいの規模の、箱で収録されたと思うんです。収録というかライブ配信、生配信をされたと思うんですけどね、そのぐらいの規模の箱でですね、まあ、いつものライブさながらにあえて見せてくれる姿というのは本当にプロ根性を、見ました。かっこよかった。とにかくですね、もうこれ動画にしてあげようかなと思ったんですけど、とりあえずもうこの熱気をですね、まずラジオに収めておこうと思ってですね、ちょっとまあ日付は変わってしまいましたけれども収めてみました。皆さん見られた方はいかがだったでしょうか。そして何よりですね、本日ですね9月21日はですね、爆竹のデビュー33周年、これがですね9月21日、本日なんですよ。すごいですよね。デビュー33周年で22枚目のオリジナルアルバム、いやーこんなバンド本当にねいないし、日本を代表する本当に素晴らしいバンドだなというふうに見るたびに思うんですけれども、見るたびに新しいことをしてくれますし、見るたびに感動して、見るたびに本当大好きだなと思っているんですけどね、まあ、そんな節目の、本日9月21日、体感させていただきました。自宅にいながらもライブ気分を味わわさせていただきました。本当に爆竹の皆さん、デビュー33周年おめでとうございます。そしてアルバム発売、アブラカダブラ発売おめでとうございます。そしてこれからもですね、まだまだファンでいさせてください。これからもですね、爆竹を嫌いになることはまずないんで、一生ついていくと思いますので、いや一生ついていきますので、爆竹の皆さんも体には気をつけて、いつまでも元気でですね、クリエイティブな一面を見せていただければなと思っております。このラジオ形式でですね、時々アップするかと思います。スタンド FM の方はねラジオだけですけども、 YouTube の方にもですね、こういったラジオ形式で
時々上げさせていただきますので、ま、寝る前のひとときの、ま、なんていうかお付き合いさせていただければなと思います。聞き流す感じで聞いていただければと思ったりもしております。もうね、12時過ぎましたので、まだね、打ち上げなどご自宅でされてる方もいらっしゃるかと思いますけれど、まあ、連休明日までかな、連休明日までですね。まあ良い休日のお休み、良い休日になりますよ。それではこの辺で、なんかねもっとお話ししたいことあるんですけどね、あんまり長すぎても退屈するかなと思って、取り急ぎこの爆竹のライブが終わった後の興奮冷めやらぬ、ま、声が全然興奮冷めやらぬ声してないですけどもね夜なんでね、あまり大きい声も出せないので、こういったトーンの声で喋らせていただいていますか。はい、そんな感じでございます。また YouTube の方は動画も上げさせていただきますので、またそちらの方も見ていただけるとありがたいと思います。スタンド FM の方もまた気軽にねアップさせていただきますので、ということで本日皆様にとって良い一日だったでしょうか。明日もまた皆さんにとって良い一日でありますように。それではおやすみなさい。かげろうでした。バイバイ。